ミツロ TV をご覧の皆さん、佐藤ミツロですよ。僕たちは石垣島やってきて、ね、楓田さんドッキリ企画、はい、海で泳いで、滝で泳いで、雨には濡れ、なかなか楽しかったですよね。楽しかったですね。でグルメレポートも挟んでいこうというミツロ TV ならではので、はい、皆さん、今日僕はですね、ここはもうなんていう土地ですか、皆さん。地名ここ何になる？荒川。石垣市は荒川にいるんですけども、ちょっと背景を説明します。僕実は先週1週間の皆さんご存知の通り断食をしていました。断食明けでどうしても最初に白米とかは絶対食べたくないということで、玄米食べたいぞと。で普段から玄米、自然栽培米僕食べてるんで、石垣島玄米でこうね、友達に聞いたら紹介してもらったんですね。で昨日一人でロケハンに来まして、めちゃくちゃ美味しかったと、もうこれは美味しいと、もうこれは今日も行かないといけないなってことで来たところです。じゃあちょっと紹介します。荒川にありますサニーカフェさん、谷川さん、はい、店長さんになります。あ、はい、店長さんのお名前は、本村恵梨香と言います。本村さん沖縄の方じゃない？はい、もともと福岡で、はい、主人が石垣の人で。あ、ご主人石垣の方なんですか？はい、あ、そうやってなんだ。僕もあの石垣島実は出身で、はい、今回このテレビの皆さんを連れてきてちょっと撮るっていう企画だったんですけども、でも石垣で僕まさか自然栽培米に出会えるとは思えず、もともとそういうことに、はい、なんか、そうですね、もし玄米とか、うん、化学調味料とかは好きじゃなかったので。そう、絶対そうですよね、本当に自分で食べないものをお店では出さない。素敵、聞きましたか、自分で食べないものはお店では出さないと。僕はよく本に書いてますけども、自分ができないことを人にやらせてますけど、僕の前まるで知ってるからこうしなさいみたいなね、自分で食べないものは人に食べさせない。素晴らしいですね。化学野菜の裏側とかそういう本とかも読んで、結構いろいろ勉強は勉強して、勉強しないとなかなか自然栽培米っていかないですよ。そうですね。まあね、ミツロ TV ご覧の皆さん分かると思うんですけど、まず最初に観光栽培の野菜があります。これは農薬もたっぷり OK です。肥料もたっぷり OK です。次に有機ジャスっていう認定された野菜があります、これで全部の野菜の 0.06% でございます、でこれは有機ジャスと言いつつも11種類の認められた農薬 OK で、肥料も OK です。さらにその上に肥料もあげませんよ、有機肥料もあげませんよ、農薬ももちろん使いませんよっていうのが自然栽培米です。で僕がいつも勧めてるのはこちらの部分なんでかというと、野菜の表面にはもちろん農薬がいっぱいつきますけども、それ表面だけなんですよ、よく考えたら。もっと野菜をやっつけてるのは肥料、窒素分がものすごい中に入ってるんで、それがこうたまるとやっぱこういう風になるわけですよね。そう、そうならないようにもう普段から気をつけていきましょうっていうことで。ちょっと水の中案内してもらうか。あ、そうですね。ぜひ。ちょっとじゃあ、エリカさんに案内してもらいましょう。はい。